ジェームズ・ヤング・シンプソン・シンプソンの実験を描いた、サシエ・ジェームズ・ヤング・シンプソンは、スコットランドの3階である。クロロホルムによる麻酔の医学への応用を始めていった。ウェスト・ロシアンのバスゲートに生まれた。実家はパン屋であったが幼い頃から才能が認められて、14歳でエディンバラ大学に入学し、ロバート・リストンに指示する。19歳で医師の資格を取り、 1832年に大学を卒業した。エディンバラ大学の参加の教授に任じられ、ビクトリア女王の辞に任じられた。エディンバラ大学の以下、参加の教授として、参加監視の改善や、排血症の防止に貢献したが、最も有名業績はクロロホルムを用いたマスを医学に応用したことである。 外科手術などへの全身麻酔技術としては、18世紀末にハンフリー・デイビーが、小気ガスに麻酔作用のあることを示し、1804年に日本の花岡製州が、朝鮮朝顔などの気薬による麻酔を使った外科手術に成功している。アメリカ合衆国で、クロー・フォード・ロングやウィリアム・ティー・ジー・モートンが、エーテルによる麻酔法を開発し、1846年に、 公開実験に成功したが、エーテルは、機関支を痛めるなどの作用があり、シンプソンは別の麻酔薬を探索した。1847年にシンプソンと二人の協力者は、クロロホルム麻酔作用について自ら実験を行い、確認し、さらに、シンプソンの命を使って効果を確認した。 患者の苦痛を減らすために何件かの出産に麻酔を使ったが、出産時に麻酔を使用することは、多くの聖職者などから非難された。ジョンスノーによって、ビクトリア女王が麻酔を使って出産したことにより、こうした非難は解消された。クロロホルム麻酔の使用例が増えるにつれ、心停止による死亡事故の例が報告されるようになった。巻き爪手術を受けた少女に、 シンプソンがクロロホルムを投与し死亡事故が起きた際、クロロホルムが死亡原因として指摘されたが、シンプソンは自分自身で安全性は証明済みとして指摘を退けた。しかし、調査によってエーテルに比べてクロロホルムを使用した手術の死亡率が4.5倍も高いことが明らかになると麻酔はエーテルや消気ガスに回帰していった。シンプソンは クロロホルム支持の立場を堅くなに維持したが、新しい麻酔剤を発見するための自己実験を行い続けて、健康を損ない、1870年に死亡した。去年59歳。クロロホルムは現在は麻酔として使用されなくなっている。医療目的でのクロロホルムの使用を原因として、10万人以上が死亡したと推定されている。H ライングゴードン、さあ、 ジェームズ・ヤング・シンプソンクロロホルム、http://www.gutenberg.org/.ebooks/.34128http://books.google.com/.books?id="byr-lay-go-abic", ハット abc=" トレバーノートン」、世にも奇妙な人体実験の歴史。 赤根陽子役文芸春秋 2012ISBN9 億7841七 63754406pp 40から44ありがとうございます。